それでは記者会見を行わさせていただきたいと思います。で本日は参議院選挙に向けて、当面する重要政治課題ということで、記者発表させていただきたいと思いますので、まず山口代表の方からご挨拶申し上げます。はい、皆さんこんにちは。来る参議院選挙に対してすでに重要政策は発表させていただきました。今日はその当面する重要政治課題に対して、まとめましたので発表させていただきます。お手元に資料をお配りさせていただいていると思いますけれども、6点にわたって柱を立てました。まず1点目は税制改革と一体で安心の社会保障をということで、まとめました。で特にこの中では社会保障と税の一体改革は法律を作って進めてきたわけでありますが、その一体改革で当面の年金改革や子ども・子育て支援については一定の方向性を出し、成果をすでに得ているものと思います。引き続いて年金、医療、介護、またその他の子育て支援等の充実に取り組んでいきたいと、このように思います。さらに消費税との関連で、自動車、住宅取得などについては駆け込み需要などの激減を緩和するということも含めて一定の負担軽減措置を取るべきだと考えます。例えば自動車取得税につきましては 10% 時点でこれを廃止するということといたします。それから住宅取得にあたっては昨日与党で方針を決定をしたところでありますけれども、住宅ローン減税の延長拡充を行うとともに、その減税の恩恵を受けられない所得の低い人たちについては昨日の決定ですと 8% 段階では最高30万円を限度に負担軽減措置、現金給付を加えて負担を軽減すると、こういう措置を取ります。また 10% 段階でも50万円を上限に同様の措置を取っていくという大きな方針を決めました。そういった低所得者への配慮ということを行ってまいります。それから国民一般に対しては低所得者対策を取るということが大方針であり、その選択肢として公明党は軽減税率の導入を掲げてまいりました。与党で協議を重ねてまいりましたけれども、大筋として 8% 段階では簡素な給付措置を取るということとして、10% 段階で軽減税率を導入するという方向で決めております。特にこの軽減税率の基本は飲食料品などの生活必需品に低い税率を課すという内容でありますので、今後の制度設計をきちんと多岐にわたって進めてまいりたいと。その際に中小あるいは小規模事業者に過大な事務負担が生じないように制度設計を検討してまいりたいと思っております。納税者への軽減税率の配慮とともに、納税事務に対する中小小規模事業者に対する配慮、いずれも配慮しなければならない重要な点だと思います。それからこの消費税を扱う事業者間で、規模の違いがありますので、特に大規模小売業者等に納入する企業、あるいは納入する企業、あるいは中小小規模事業者に対しての配慮という観点から、この先の通常国会で消費税転嫁対策特別措置法を作りました。で、これらに基づいて政府のガイドラインも策定をした上で、それらに基づいて転嫁が適切に行われるように、今後もその制度導入過程をしっかりチェックをしていきたいと、このように思います。
さて、大きな2点目でありますが、原発に依存しない社会、中ポツ原発ゼロへという柱を立てました。これは先の衆議院選挙でも同様の対応をしてきたわけでありますが、改めて確認をしたわけであります。特に留意点を挙げれば、原発の新規着工は国民の理解を得られないということで、これは認めないという立場であります。で、原発の40年運転制限規制、運転制限制を厳格に適用していくという基本で参りたいと思います。これらを通じて、今後原発への依存度を段階的に減らして、可能な限り速やかに原発に依存しない社会、つまり原発ゼロの社会を目指すということになるわけであります。これは新規着工を認めないということの必然的な結果として、こういう今後の社会像が描かれるというものであります。既存の原発について再稼働につきましては、原子力規制委員会が発足をし、新たな規制基準を定めました。これらが国民の理解を得ながら、厳格にこの規制基準を満たすかどうかを、今後個々の既存の原発に適用されていくわけであります。それらが満たされるということを前提に、国民やあるいは立地地域の住民の理解を得た上で判断をしていくということになろうかと思います。こうした規制の基準に合わない、あるいは国民住民の理解を全く得られないということであれば、再稼働は難しいと思います。それから3点目の大きな柱は、TPP 交渉を通じて国益を最大化するということであります。これは交渉に入る前から我が党の基本的な考え方を述べてまいりました。政府が日米首脳会談を契機に交渉への決断をしたわけであります。この点では条約の交渉過程は政府の専権であるということで一任をいたしましたけれども、その交渉過程に臨むにあたっては、我が国の農業の多面的機能、食料自給率の向上に深く配慮するということが必要であります。具体的には米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源作物等の重要品目については関税撤廃から除外または再協議の対象となるように政府に求めてきておりますので、これも日米合意の趣旨からはそうした可能性があるという理解のもとに、政府としてこれを達成するように求めてまいりたいと思います。また国民皆保険制度、あるいは食品の安全基準なども国民生活に重要な関係のある分野でありますから、これも守り抜いていきたいと思います。さらに政府に対しては、そうした交渉過程におけるおいて積極的な情報開示を行って、国民的な議論を経てコンセンサスを得られるような努力を促したいと思います。国会でも適宜そうした議論の場を設けるように今後も努力してまいりたいと思います。さて、4つ目の柱でありますが、領土主権に毅然と対応する、平和的な解決を目指すという柱を立てました。その中では、領土と主権をめぐっては毅然とした対応を貫くとともに、冷静な対話を通じた戦略的外交を進めることが必要であり、最終的に平和的な解決を目指していかなければなりません。尖閣あるいは竹島あるいは北方領土、それぞれ日本の主張というのは固有のものがありますので、それに従って毅然と主張し、対話を旨として平和的解決を目指していく、この方針を明確にしたところであります。そして5点目、これは選挙制度に関わることでありますが、もっと民意を反映できるようにと
選挙制度改革を実現すると、こういう強い決意を示しました。先の国会を通じて与野党で協議を重ねてきたところでありますが、その中でゼロ増5減案に基づく区割り改定法、これを成立をさせて違憲状態を脱することができたと、これで衆議院が解散選挙をできる準備は最小限整えたということで、最高裁あるいは昨年の選挙に対する違憲訴訟の高裁のさまざまな指摘に立法府が答えた内容だと、こう認識をしております。その上で今後の抜本的な改正を目指して、与野党の協議機関が昨日参議院選挙後もさまざまな観点からこの合意形成を目指して努力をすると、結論を得ると、こういう方針を決めたところでありますので、この協議促進に我が党も尽力したいと思います。すでに自公で案をまとめたものがあります。しかしながら、まあ、それが合意を得られなかったということでありますから、今後何らかの創意工夫を凝らしながら、この対立を打開する道を模索してまいりたいと思います。その点に関して、第三者機関にを活用するという総理の発言があるようでありますが、どのような第三者機関にどういう議論を委ねるかということはともかくとして、第三者機関を活用するというのも一つの考え方だと我々も認識をいたしております。今後いずれにしてもそうしたことも含めたこの与野党の協議体における協議の前進が重要でありますので、そこにさまざまな創意工夫、今言ったことも含めて反映させていきたいと思います。それから衆議院の選挙制度ばかりではなくて、参議院の選挙制度も4増4減の法律を成立させて、来月参議院選挙から実施することとなっておりますが、こうした法律の不足で抜本改正を行っていくことを明記しておりますので、参議院選挙後もそれに向けた議論が大切であります。その際には衆議院の選挙と参議院の選挙、これらの制度の関係性も相互に配慮しながら制度設計あるいは合意形成をしていく必要があると、こう考えております。続いて大きな6点目でありますが、憲法に加えると書いて加憲の立場で憲法の発展を目指すということを柱といたしました。いろんな議論がこれまであったところでありますが、憲法につきましては連立政権の合意の中でも確認しておりますように、憲法審査会等を通じて今後議論を深めていくということが重要であります。国会で着実に審議を重ねて国民的な議論を深めていくことにつながるように、こうした重要性を認識した上で進めてまいります。特に現行憲法については基本的人権の尊重、国民主権、また恒久平和主義、これら3つの原則は極めて重要なものだと考えておりますので、この原則を堅持しつつ新たに必要とされる理念条文を現行憲法に加える加憲という立場が最も現実的な妥当な方式だと考えております。その加憲の対象といたしましては、例えば環境権などの新しい人権、また地方自治の拡充などが考えられると思います。憲法9条については恒久平和主義の重要な柱でありますので、戦争の放棄を定めた第1項、また戦力の不保持等を定めた第2項を堅持した上で、自衛のための必要最小限の実力組織として定着している自衛隊の存在を憲法に明記するかどうか、あるいは平和主義の理念を体現した国際貢献の在り方などについて加憲の論議の対象として慎重な検討を進めてまいりたいと思います。憲法96条の改正手続き規定については、改正の内容とともに議論するのがふさわしいと
改正の方法だけではなくて、どこを改正するか、あるいはなぜ改正するかといった改正の内容と合わせて全体的な議論が必要だと考えております。その上でこの改正の手続きについては、構成憲法の性格を維持すべきであると、こう考えております。以上、対応6点について柱を申し上げ、また留意すべき点について私の方から言及させていただきました。ご質問があれば承りたいと思います。はい、じゃあ社名とお名前を名乗って。はい、どうぞ。今回の公約作成にあたってはですね、はい、この連立与党といえども、こう自民党と違う公明党からっていうのを出すことを意識されたのかという点とですね、はい、今日から実質的に参院選がこうスタートするということで、参院選関数に向けた決意を改めて、はい、連立政権を発足した時点での連立政権の合意が今も基本となっております。まだ半年でありますから、その後の経過は廃位することはもちろんでありますけれども、基本的にはこの衆議院選挙あるいは政権合意での内容を踏襲しながら掲げているということであります。なお参議院選挙を迎えるにあたりましては、その政権発足後の国会を通じてのさまざまな成果もございます。また連立政権とはいえ、選挙は自民党公明党それぞれで比例票の獲得等も目指しながら競い合う側面もありますので、やはり連立政権における公明党の役割、持ち味、この公明党の持ち味あってこその連立政権であるということを意識しながら有権者にお訴えしたいと思っております。強いて言えば、やはり国民目線に立った政策の提言実現力ということであります。公明党の全国の地方議員も含めたネットワーク、これで国民の声あるいは生活や仕事の実態をよく把握した上で、その実感に沿った政策を実現していくということが重要だと思います。例えば今度の国会でも、成年被公権人に対する選挙権の付与、これに対しては地裁の違憲判決を直ちに受けて改正案を推進してきたのは公明党であります。与党でようやく合意を得て、野党にも働きかけて、最終的には全政党の賛同を得て早期成立に至りました。こういったところも見逃さないでしっかりやっていくという公明党ならではの実績だったと思います。また被災地の対応についても、復興再生支援についてはさまざまな法案を法律を成立をさせました。また予算措置として仮設住宅に冬場は越すのに追い炊き機能が欲しいという小さな声が各地であったのも事実でありまして、それらをきちんと受け止めて、そういう声に聞く耳を持つと、結果的に追い炊き機能をつけて、2回目の冬場からは暖かく過ごすことができたという被災者の方々の喜びの声につながった、そういうことをキャッチできない、あるいは無視してしまうということではならないというのが、この連立政権における公明党の役割だと思います。また国際関係でも、その平和対話を重視するという公明党の姿勢というのは重要だと思っております。いくつかの国について公明党独自の友好関係を持っているところもございます。そこは自民党とまた一味違う側面もありますので、連立政権の中で公明党がそうした機能を果たしながら、この国益を守り、また外交関係を発展させていくという役割も重要だと思っております。その他いろいろ公明党ならではの持ち味をしっかり訴えてまいりたいと思います。どうぞ。はい、憲法改正なんですけども、96条改正そのものに対する考え方で、公正性の維持についてですね、具体的な対象等をどう考えていらっしゃるのか、ということがまず、もう一つは安倍政権の方がですね、原発政策に関しては30年代に原発ゼロ
を、ゼロベース方針ゼロベースで見直すというふうに言っているんですが、その辺 SA 圏内のですね、整合性についてどう考えますか。まず1点目、96条の公正性、これは総議員の3分の2以上の発議という要件ですが、基本的にこれは妥当なことだと思います。特に三原則を堅持するという点についてはこれが当てはまっていいことだと、まあ、しかし今後の議論ですから、いろんな議論はあり得ると思います。自民党からは過半数でいい部分もあるという主張もありますけれども、しかし、過半数に委ねていいかどうかということは、現行憲法の中で、それにふさわしい条項があるか、あまり議論されたことがありません、具体的に。ですから今後の検討課題だろうとこのように思っております。別にそれをありえないと否定するものではありません。原発政策について、自民党と温度差、ニュアンスの違いがあるかもしれませんが、しかし原発依存度を下げていくという点では一致しているわけでありますし、我々は再稼働については安全基準をきちんとクリアする必要があると、慎重な判断が必要だということを強調してまいりました。昨日の総理の発言を聞いておりますと、その規制委員会の作った安全基準を満たされなければ再稼働はしないと、こういうご発言だったように思います。この点はむしろ我が党と標則を合わせてきていると、こういうふうにも思われますので、やはり安定供給と安全の確保、これはきちんといずれも達成できるように、今後与党で取り組む必要があると思っております。すみません、読売新聞の説明です。憲法改正のことについて、昨年の衆院選では今年の重要性課題の中に項目も設けられていなかったと思うんですけれども、今回また新たに項目を設けた理由と、先ほど96条に関して、今後、ありえないその部分に対象の条文によっては緩和もありえないと別のものではないという点だったかと思うんですけれども、その公正憲法の性格を維持するということの中には、国民投票が課されていれば、発議要件を緩和しても、公正憲法の性格が維持できるという考え方なのかどうかというのか。昨年の総選挙の時は、各党憲法については意見はもちろんあったでしょうけれども、さほどの争点あるいは国民の関心にはなっていなかったように思いました。しかし、連立政権発足後、特に自民党がかなり、憲法改正について、主張を前面に出しました。そういったことをきっかけに国民の関心も高まった部分があったと思います。しかしまた憲法記念日を潮目にですね、もう少し総理自身が国民の理解は十分ではないと、また慎重な意見のあることも理解すると、そして与党公明党とも今後話し合っていきたいと、こういう方向にまとめられて、そして一定の憲法に対する関心の深まったことを評価しつつも、際立った争点論点にはしない、そういう姿勢を取られました。ですから我々もその間の議論を通じて我が党に問われたことも含めて、一通りの考え方をまとめておいたということであります。96条については、その国民投票との関係でどうのこうのということを我々は考えているわけでは必ずしもありません。やはり公正性を保つということが重要だということ、ここを強調したいということであります。はい、毎日新聞のことですが、政調会長にお聞きしたいんですが、公明党としては当然マニフェストというものは重視していると思うんですが、改めてそのマニフェストを重視する理由、そしてネット選挙の解禁でマニフェストの重要度というものが高まっているかということで、すみません、もう一点、マニフェストの中で先般発表された重点政策も含めてなんですが、一押しこれが一番求めに与えたいことだということがあればお願いいたします。マニフェストを重視する理由ですか。
それはマニフェストがあるからです。まあ、というのはあれですけれども、まあマニフェストというかね、重点政策というかというのは、まあ別にしまして、やっぱり選挙の時に党として今後どういう政策をやっていくかということをやっぱり国民の皆さん、有権者の皆さんにしっかりアピールする面ですから、別にそのマニフェストという名称にこだわらず、我々は選挙の時に訴える政策はきちんと重視して、それをアピールをするということは従来から変わらない姿勢でございます。からネット選挙解禁に伴ってどうなるかということですが、まあ、今回初めて解禁をいたしますので、まあ、実際に、やってみなければわからない面があると思いますけれども、よりそのネットユーザーの方が従来以上にこの選挙について関心が高まるということであれば、ね、当然そのこの各党の政策に関してもやっぱりそういった違いをより、しっかりと見極めていこうということになるんではないかと思います。それから、まあ、一押しということですけれども、まあ復興の加速ですとか防災減災対策というのはもちろんですけれども、さらに我々は経済回復、景気対策をですね、国民の皆さんお一人お一人がきちんと実感できるものをしていくということに非常に重点を置いていきたい、特に、地域や中小企業に波及される、それから雇用の拡大や賃金の上昇を通じて国民お一人お一人が実感できる景気回復を果たしていくという点を、一番重視しているところでございます。申し訳ございません。ちょっと大丈夫、時間がもうこれで次の予定がここで終了させていただいて、政調会長が答えだな。1個だけ、じゃあ最後1つ。はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。選挙制の改革についてなんですけども、ここでも掲げられているように、定数削減とか本改革について、3党にずっと、3党合意に基づいて協議もされてきたわけですが、今回もこの定数削減について掲げられて、今そもそもその定数削減というのが今の人数よりさらに削減するのが必要なのかというそもそも論の議論もあろうかと思うんですが、その公明党としてその定数削減が必要だとこうやって掲げられているその理由、必要だと思われている理由について教えていただけますでしょうか。これはかねてから申し上げてまいりましたように、消費税などで国民に負担をお願いするにあたって歳出を削減する努力が国家機関に必要である、これは行政府が最大の努力をする必要があると思いますが、司法部や立法府も同様の努力が必要だと思います。そうした中で定数削減も一定の効果があると、これは議員の身を切るという性格よりもその歳出削減の努力の一環ということで姿勢を示す必要があるということであります。ただ一方で国民の代表としてその国民のさまざまな課題を意思決定をして解決すると、こういう国会の本来の責務がありますので、そのあり方の中で今後協議に委ねられるべきであるということだろうと思います。そう思っております。すいません、じゃあ以上で、会見の方は終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。